空気圧高かったね。あとね、ステムのスペーサーみたいのを切り出してるね。うん、ステムの長さって合わないじゃん、最終的に。したらさ、下駄かましてやんの。あとでステムのハンドル締結部見るとわかるよ。あとね、左クランクが右クランクだったし、大昔のモンティクランク使ってる。寺井くんがあのクランク硬いって言ってたんだよね、はい、どうも好きなんじゃないかな、はい、あ、そうだ、おまさん、はい、一応ルール、はい、後で教えといて、事故と怪我は自己責任だよって。ああ、うん、一応教えといてよ。こういったやつはいねえな。おお。あ、そういう塗り方初めて見たな。早いな、処理がな。へえ。柔らかい。